まだやで、まだまだ言いたいことがあるんや。まだちょっと言わせてくれ。寝る前に言わせてくれ。皆さんは雨の中ね、夜ね、自転車で、まあ、どっか行くとして、どんな格好で行くでしょうか。明るい服、ああ、素晴らしい。そして、ライトをつける、ああ、素晴らしい。そして、傘を差す、うん、それはおかしいよね。雨具を着る、レインコート着る、ああ、素晴らしい。本当にね、バカなのって思うような方がいてしまいましてね。まあ、前々からね、そういうやつおるなって思ってたんやけど、もしかしたらまた同じね、動画、言ってたらごめん、ちょっと飲ませて。今のね、パーンってするでしょ、パンパンって。それをすることによって溢れ出ないようにしてるんで、ちょっと考えてやってるんだよ、これね。まあ、誰かがやってたのを真似しただけなんですけどね。皆さんも真似してみてくださいね、溢れないように。やっぱ釜うまいわ。雨の中夜にライトをせずに、黒い、まあ、服、レインコートでもいいわ。それで傘さして自転車こいでるやつ、バカなのって。ごめん、包み隠さず言うけどさ、バカなの本当にね。もしそれがあなただったらね、今すぐやめましょう。ほんとやめよう。これ迷惑だよ、むしろ。もう迷惑な領域いってるよ、これ。あなただけがこれいいって思ってるかもしれないけど、普通に迷惑だよ。そういう存在がもはや。行動に出てもらうと迷惑ですよ。やめてください。いつか死ぬほど痛い目に遭いますよ。死ぬほど、本当に。でね、特にロードバイク、俺が見たやつロードバイクだった。マジで物申したけどな。で、このロードバイクさ、スポーツ系のバイクね。ママチャレじゃないやつ。カゴとかついてないやつ。なんかさ、そもそもがライトついてないよね。ライト。あれなんでなん？バカなん？もうこれさ、義務でつけるべきだと思うね。だから、ロードついてないんちゃう？俺が見たやつ、ロードでな、黒い服着てて、傘はそいつ差してる、差してたやつとはまた別のやつなんだけど、で、そいつ、ウーバーではないね。ウーバーではなかったけど、ほんまに真っ黒で、で、ライトついてへんかってん。まあ、自転車の前側についてるやつをね、前照灯とか言うんですけども、まあ、ライトって言うわ、普通に。通じるやろ、別に。ライトがついてへんのよ。もともと、そもそもが。おかしいんじゃないの？てかさ、そもそもお前替えやついてなかった。なんで買わねえんだよ。おかしいんじゃないの？で、これ自分も見えないでしょ、ライトなかったら。バカなの？他の、なんですかね、電灯とかさ、車のヘッドライト頼りに行くの？暗いところ本当に暗いよ、これ。いやー、頭悪くないか。ね。でね、俺見たわけよ、この、タクシーと止まってるやんか。で、その車にぶつかりそうになってんの、自転車してて。で、傘さして、バカかよ、こいつって思って。まだぶつからんかったよ、ぶつかってこいつ絶対逃げてたぞ、これ。当て逃げしてたぞ。まあ、捕まるぞ、それはさすがに。ねえ。ほんと言うけど、ねえ、これ罰金とかも、ね、当て逃げとかすごい金額になるし、普通に捕まえば逮捕されますよ、当て逃げしたらね。なんでこんなこと俺は、さ、平気でできるのかが全くわからないの。で、夜にこの、電気、ライトつけへんとね、罰金食らいます、これ普通に。夜間無灯火、なんとかの罪みたいな感じでね、ないんですよね、これが。あれはね、これはなんとかの罪です、俺言えたんやけどなくてね。まあ、大雑把な感じで、ライトをつけないと何万円の罰金になります。それがなんか、名刺、題名がないんだよね。例えば、ね、原付きで、あ、そうだ、信号無視したらさ、まあ、信号無視の違反、なんて言ったっけや、そういうの。出てこへん。まあ、違う言い方するやん。何やっけやな。こういうの出てこへんな。まあ、とにかくちょっとね、違う特殊な言い方するんやけど、まあ、そういうさ、名前があるやん。それ名前つけろって感じやねんけど、なんかないね。で、傘さすのもこれね、アウトです、法律的に。違反です。罰金食らいますよ。傘さし運転。なんかまとめてこう、なんや、危険運転っていうか、安全を怠った運転みたいな感じでね、書かれてましたけどね。もうちょっとね、しっかりと書くべきかなと思います。そうじゃないと、こいつら、気づかんやろ。本当は気づいてるやろうけど、うすうすな。でもやりよるから、やっぱりね、ちゃんと、言うべきだと思うよ。で、書くべきだと思うよ、法律で。ちゃんと罰されるんだよっていうのをしとかないと。そもそもがな、罰される以前やねんって、危ないやんか。だからこれってさ、言われなくても、できてもらわないと困るんだけどね。なんで平気でそんなことができるのか私には分からないです。ね。でね、たまにさ、
チカチカ点滅するライトのやつ、イオンね。気色悪いわ。俺、すごいあれ、迷惑、嫌いやねんけど。何が迷惑してると思う？これ分からんよ、普通に。眩しい。眩しい。最近のライト眩しすぎるし、下向きにしろ、これ。これ、もうなんかで事故起こった時にね、咎められますよ。ライトを下向きにしない。ライト、直接目に当たるようにしたら、それはあかんねん。これ、眩しいやん、普通に。で、眩しい罪っていうのはないんやけど、幻惑っていう、言葉って、幻惑罪ってないんやけど、こういう罪作っといてもいいと思うけどね。眩しいことによって事故が起こったりっていうね。やっぱりあるわけですよ。で、ね。そういう、さ、罪、ちゃんと作るべきやと思うけどね。まあ、ちょっと具体的にって難しいと思うけど、本当に その人幻惑したのってなったら、まあ、難しいんですけどね。難癖つけることもできる。でもね、やっぱ眩しいやつは眩しいし、チカ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 。何してんのって感じ。迷惑やねん、本当に。目障りやねん。なんかこっちつけてる人が目立つからとか。いや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 。だから、お前だけが自分勝手に生きていい世の中ちゃうねんぞ、こら。パッシングかなって思うぐらい眩しいわ。まあ、物によるけどな。っていうか、誰だってそうやん。ね。懐中電灯持っててさ、人の目に向けてパチ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 したら何してんねん、こらってなるやろ。お前らやってんの、それと一緒やからな。やめてくださいね。ただでさえ、いらないぐらい眩しすぎんのに。最近の自転車さ、バイクかなって思うぐらい眩しいねんけど、あれ、おかしいやろ。そんな眩しさ、いらないでしょ。ね、ちょっと古いダイナモ式で、自転車を漕ぐことによって、その力で、ライトが明かりつくっていうのあるじゃないですか。それでもうええねん、その明るさ。まあ、ちょっと暗いけどね。ライト上向きにしてさ、人に幻惑させるぐらいやったら、もうそれでいいわ、そいつ。なんでそんな眩しい？で、これ自分勝手やねん、こう、ライト眩しいやつって。自分さえ良ければええと考えてるクズが使うねん。優しい人、こんなライト使うの？それ眩しいってなるからね。実際私眩しいって感じてんもん。こんなライト使わへん。俺が持ってたか、自転車は普通に、だから、ね、ダイナモ式やけどね。こんなパチパチいらんわ、そんな機能。無駄な機能。いらんことしてる人いませんか？無駄なことして。人に迷惑かけてる人いませんか？やめてくださいね。気づいてね。普通に、お前やられてみ？これ、ほんまに。目障りすぎるよ。目障り、甚だしい。で、点滅ライトのみで反射板なしでは違反になります、これ。もう違反です。普通に。これ、まあ、ちゃんとよく聞いといてね。じゃあ、反射板あれば、ま、OK になるんですけども、言い方変えれば。いや、だからってなんやねん。で、反射板つけたら、前代わりやね。自転車の前側に反射板つけたら見たことある？なかなかないんやけど。ねえ。そんな自転車見たことないけどね。どういう感じなんでしょうかね。このヘッドライトちゃう。前照灯の代わりに反射板がついてる。ごめん、感じなんかな。見たことないけどね。で、ただでさえ雨降ってて、まあ、夜ってさ、どれだけじゃあライトつければいいんか。ちゃう、眩しい、どっちもね、眩しい光同士を当てると、その真ん中にある対象のもの見えなくなる。蒸発現象。蒸発って名前ちょっとなんか、ね、紛らわしいけどね。人間が消えるわけじゃないですけどね。沸騰して。ちょっとね、ややこしい名前やなと思うんやけど、そういう現象はありますからね。それは、眩しければいいってわけじゃないんだから、自分さえ良ければええって思ってるやつほんまにクズやで。車でも眩しいのはあるやん。頭おかしいやつやからね。もうおかしいやつにならないでくださいね。常に、ハイビームでやってるアホがおるやろ。アホやで、そんなやつ。普通に迷惑やから。で、これも、なんかの違反になりました。ずっとハイビームしてた。当たり前やん。迷惑かけてんねんから。でとにかく人に迷惑かからん人生を送ろうとしろ。そしたら、ね。まず雨降ってる中行かへんと思う。なんでこいつらはさ、雨降ってる中行ってんの？こいつも別にウーバーではなかったけど。なまあ、確かにウーバーでもね、自転車でやってるやつはおるよ。まあ、傘はさしてない。さすがに。さすがに傘はさしてないけど、レインコート着てて。でさ、黒いレインコートってあるやん。誰があんなレインコート着んのバカなんじゃないの？まず黒いレインコートをもう配信してたら、それも、違法にしろよ。売るなよ、そんな。なんか黒いレインコート誰得なん？あれ買うやつってさ、もれなくバカばっかなんですかね。俺、一度たりとも黒いレインコート買ったことないです、本当に。透明なレインコートあるじゃん。ね。まあ、あれはわかるやん。まあ、あれでもさ、スーツ着てたりしたら黒になるんやけど、まあまあ、まだましやんか。ね。とにかく明るい色をさ、着ろよ。よく考えたら。雨降ってなくても夜やねんからね。視認性下がるわけやん。じゃ、そしたらなんか、ね、自分で反射板をつけろとか、
考えろよ、お前らも。ね、交通弱者というか、引かれる側やんか、歩いてる歩行者とか、出会ったとしてもさ、考えてつけろや。いや、俺はちゃんとそうしてるけどね。もう俺は大人やから。で、自分の服もね、買えるし、こう、夜やのに真っ暗な服でさ、道路の真ん中を横断したりはしないけどね。どういう状況なんですかね。もう理解できないです。頭が悪い人。なんか、他人に自分の命を任せる人、すごい嫌いやわ。で、そいつのせいでね、そいつ引いたやつが悪いってなったら、最悪やん。もう、なんか、呪物みたいなもんや、そいつ自体が。近づいただけでもう、人生を損させられる。最悪やん。そんなやつにならないでくださいね、皆さん。ライトついてないバイク売るのさ、違反にしろよ。違反ってか、法律で禁止にしろよ、こんなん。こんなんやってるからさ、あ、ええんかみたいなバカがおるねん。てか、バカがロードバイクなんか乗るなよ。ね、なんでそんなさ、高いバイクを乗ろうとすんねん。意味がわからんわ。っていうかさ、何のために外出てんのかがわからへん。配達もしてないです。まあ、店とかもね、閉まってるというか、どこに行こうとしてるんやろね、この人らって。全くわからへん。で、結局俺話し合ったというか、話してん。服装暗いでって。で、本当に全く反射もしてなくて、反射板ももちろんついてないし、こいつ何考えてんのかなって思って。で、通り過ぎやんか、自転車でファーって。そんなあんま注意できにくい。俺がたまたまね、バイク止めてた時に、スワーって来たからさ、言ったけど、なかなか注意ってできにくいよね。いや、俺もな、これ優しさやで、正直言って。まあ、半分ちょっと苛立ちやな。だって、こいつのせいでもしこいつ引いたら俺が悪くなるやんか。じゃあもう先に言っといて、ね、なんとかしてもらおうって。それでね、解決したらいいんですけども。なかなかね、人から注意されて、改める人って、ね、それやったら最初からしてないですよね。分かっててやってるよね。だいたい、雨の中でさ、自転車こいでるやつほんまに理解できひんねんけど。滑るやん。あ、まあ配達にもそうやねんけどさ、理解できひんねんけど。極論言うと雨降ってたらね、外出ちゃいけないよ。ね。まずまあ、運気というか、ね、危険な目に遭う確率はぐっと上がるわけやん。当たり前に滑って転んで、気がしてって。本当にね、行動に出ないでほしいかな、っていうお話でした。ちょっとね、そんな内容なかったけど。で、ここが変だよ。日本語講座、ちょいちょい言おうとしてたんだけど、ヘッドライトってあるやん。これ車の、大概はライトのことやん。これ日本語で言うと、君ら、日本語で言える和訳というか、漢字で言えます？これ。まあ、前哨灯とか、まあ、そういう言葉ありますよね。まあ、自分で言葉作るっていうのもありやと思うんやけどね。なかなかま、それは検索に出ないと思うが。で、じゃあその反対って何って感じやけど、後ろについてるライトのことなんて言うこれ。テール？ね、ヘッドの反対は尻尾。頭の反対は尻尾。テール？ランプ？ライトっていうのあんま聞かへんねんな。なんでなんこれ。ライトとランプなんてね、もうほぼ同言語ですよ。ランプなんて古い言い方で言うやついる？今。ね。ランプがついてへんねんって。古い。ライトでしょ。ね。なんでここはランプなんですかね。わからん。で、これさ、テールランプを、まあ、日本語にすると、尾灯。尾灯？尻尾の、ね、灯火？なんやそれは。さっき前哨灯言うたやん、逆が。じゃあさ、五哨灯とかちゃうんな。後ろの哨灯。尾灯？日本語って面白いですね。なんか、バラバラや。バラバラや、こんな。なんでこんなんがいいってなってるんやろね。みんな文句言わへんの、こういうことね。俺おかしいやつは直したくなるんだよね。これが尾灯が先に出たんやったら、こっちはさ、前哨灯じゃなくて、頭哨灯とか、ね。なんだろう。頭哨灯とか、まぁ、ちょっと言いにくいか。そういうのが妥当なんちゃいますか、これヘッドライト。頭哨灯。頭って書いてね。ね。俺厳しい、こういうのね、ちょいちょい言ってくれんから、日本語ちょいちょいおかしいのあるなーって思って、俺だけかな、おかしいなって思って。じゃあ日本語喋んなやめろ、黙っとれアホ。いや、おかしかった、改善すればええだけのことや。なんでそんなに、急な、ね、常識外れたことを言い出すのかな。なんて意味やったっけ、そういうの。ね。本当に、なんか、ね。急すぎる、いろいろと。よく、
よくそんな思考になるよね。出てきたけど出てこない。出てこないな。うん、出ない、声が出ないな。もっとそういうの、食べ物食べないと頭が働かない。というわけでですね、皆さんもね、ちゃんとした装備でいてくださいね。私なんてね、こういう注意するってね、注意できるだけのね、装備してないと言えへんわけやん。ちゃんと装備してますからね、私。ワイの格好見たらわかるけど、やばいやつの格好してますからね。誰が見ても派手というか、わかるような。ヤンキーではないんやけどね。目立つ服してますよ。当たり前やん。全部自分のためやし、相手のためでもあるんですよ、それ。相手に事故を起こさせないため。わざと暗い服着てさ、なんや、慰謝料取ったろうって。そんなヤクザでクズみたいな考えになるなよ。普通に、ね、明るい服買ってください。だいたいね、無理やったら夜歩かんでええから。ね、以上です。以上ですよ、マジで。割かし見かけんねんけどね、こう、自転車こいでて。そうやな、ライトはついてるかもしれないけど、服装がぐらいとか、かな。このサラリーマンでもね、なんか、反射板つけてほしい。最近腕にあるやん、光るような、つけるやつ。あれつけてほしいな、サラリーマンとかも。暗すぎんねんというか、服装がさ。もうちょっとスーツとかもさ、明るい色でええのにな。そんな、何を、なんか葬式みたいな色で真っ暗つけてんの、みんな。やめてほしいね。自分の身は自分で守ってほしいよね。もちろんこっちは見るけど、見落としってそれ人間やからあるわけやん。それ考えたらもうやることばかりない。あ、自分の命を自分で守ろうってなるはずやねんけどね。俺の格好見てみ、本当に。めちゃくちゃ眩しいぞ。眩しいよ。主人公ですからね。皆さんも、ね、主人公になってくださいね。眩しくない服装着てる主人公っていないですよ。黒い服着た主人公。ブリーチってあるやん、漫画で。あれ死神の、格好やけどさ、真っ暗い服やん。あれはな、死神やねん。ほんまに死神やから。ちゃんとそのデザインになってるやろ。で、他の死神じゃない主人公のデザインで黒い服ってあるかないでしょ。それがだから主人公だからなのよ。明るい服着てください、皆さん。モブですか、皆さんが。それとも、主人公になりたかったら明るい服着てくださいね。死神になりたかったら暗い服着てください。で、いつか本当に死にます。やめてくださいね。